はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たなダンススクリエイトになりました。いや、でですね、さあ、今回チャージスタイルでございますけれども、ついにですね、XG さん TP トーズ、こちらのミュージックビデオの2ということで、えー、ついに明日ですよね、がミュージックビデオの公開ということで、ラストのティザーでございます。見ていきましょう。収録ボタンをい。よろしくお願いします。一体どんな仕上がりになっているんでしょう。新しい映像はちょくちょくこう、出していただいているような気がするので、次、これちょっとどんな感じで来るんでしょうね。えっとね、全体で24秒、いってみましょう。レッツラ、ゴー ティピタースわおわおイエースもう楽しみです。わおわおなるほどね <laughs> つま先をねちょいとちょいとな奏でるつま先の音。 もうこのダンスがす、す素晴らしいわ。まやさんだけ白い靴履いてらっしゃるもうでも、こうパッてと、見た時のこの、なんですか、皆さんのスタイルっていうんですかもうなんか上にまっすぐ伸びてる感じというか、細いわね、皆さんね、本当にね。すごいわ。うわー、なんか強いチームだなーってなりますね、改めてね。この振りやばくないですかんー、ダンドンダン。 そして歩いてった先の絵の中みたいなところにジュリンさんがいて、このやっぱ注射器に意味があるのね。なんか、僕ね、これ、これわかんない。見すぎたかどうかわかんないんだけど、なんかね、注射を打たれる夢を見ました、そういえ <laughs> ジュリンさんのせいかもしれないですね、ちょっとね。待って、痛い痛いとか言いながら注射打たれる夢でしたけど <laughs>。そしてハービーさん出てきてからの、このね、ココナさんの <laughs>、 かわいい熊ちゃんのお弁当をナイフで刺して食べるという、まあ究極のこうサバイバル、サバイバルスタイルをとっていくというか、アウトドアの究極バージョンはナイフで食べるですよね。<laughs> すごいわね。ちょっとね、いかついですよね。お弁当はかわいいのよ。だからお母様は本当にかわいらしい方だと思うんですけどもね。ね、ちささんはこれもうエレベーターがすごい勢いで、すごい勢いで落ちていっていると。 で、ジュリアさん。ジュリアさんのこの格好も気になるわ。手元になんかすごいいろいろ書いてあるし。で、後ろに皆さんをこう従えてる感じもね。どうなってくるんでしょうね。でももうなんか、強いわね。すごく。かっこいいじゃないですか。ハービーさん。ハービーさんはなんか首元になんか入ってるそしてこの爪ですよ。銀色の。っ売ってるんですかこういうのって。 街中でつけてる人見たことないですよね。少なくとも僕の住んでる街には、いないわ、こんな爪つけてる人。でもすごいファッション。ひなたさん。これ後ろに光ってるの、目みたいな感じですけどね。うわ、これ、これ、これ。どうなってるんですか、ちょっと。すごいですね。ここまで、あのー、なんていうか CG っていうんですか、つけるって、だいぶですよね、だからね。 すごい、すごい予算かかってんだろうなって思いながら今見てます。凄そうだわ。本当に。だって、うわ、これ一個一個ね。そしてこれよ。うわ、なんかちょっとこう、皆さんの,この立ち方やっぱ長いわね。足が。そもそも。なんか上にスワーって皆さんが伸びてる感じ 7人だから取れるこういうやっぱ形のね、シンメトリーというか、気持ちよさというか。えー、うわ、このヒール高いよ誰が履いてるのジュリアさんかなこの頭の小ささといい。チサさ,さん、ヒナタさん、ココナさん、ハービーさん。これヒナタさんか。んマヤさんか。はは。やば。 ここで、ここでつま先をコントするんですね。ティピートーズっていうのはその、つま先つま先やばいじゃん。もう明日ですよ、ついに。ええー、なんか、すごいチーム始まったじゃん、とかって思ってたら。明日ですよ、もう。どうしますちょっと。来るのね。いや、本当に今もう、ガールズグループラッシュじゃないですか。だから、 もう、どこのチームさんたちもゴリゴリにフルパンチできてると思うんですよ。っていう中で、ちょっとやっぱり XG さんたちは、その日本人のね、メンバーの方たちが、で集まって構成されてるっていうところもあると思うので、ちょっとやっぱりね、あの、楽しみな部分ありますよね。K-POP とはまた違った角度から、あの、来るなっていうふうに思うので、この、 ガールズグループラッシュの中でどう爪痕を残してくるのかっていうのを期待していきたいと思います。でもね、ハービーさんがあれだけの爪持ってたからとんでもない痕を残すと思うわ、私は。すごく期待していきたいなっていうふうに思っているところでございます。楽しみにしていきましょう現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょつい